ここはですね、あのネットワークの計算で、問題はですね、まず条件が与えられるね、下記の条件が与えられる。アロー型ネットワークの工程について答えてください。それで何を求めるのかというと、ここで言うと、これネットワークできなきゃ作れませんね。この後期の計算、まあ、これができたらもう全部できちゃって一緒ですよ、これ。後期の計算。だからこう後期計算するためにはネットワークを作んなきゃいけないね。ネットワーク工程表を作成しなきゃいけない。で、これの付け足しですよ。イベント4における再送開始日と再置完了日の差は何日ですか、なんていうのはね、これはもうごく簡単な、これすぐでも、これさえ出たらすぐ出るということですね。ということで、皆さんはですね、これを作るということを考えます。そうすると条件と作るというネットワークの条件で、これはですね、どんなことになってるかというか考えてみて、工程管理だからポイントは、例えばこういうことでしょ。お金が手に入ったとな、お金が手に入った、そうしたら物が買えるとということで、これはあのお金を入った時に、入ったらある品物が買えますよと、まあ、こういうことでしょ。マネーが入ったら品物を買える。でこの順番考えたら、こういう買うためには逆に買う物を買うためにはお金が入らなきゃいけない、この関係、この関係を、これを先行作業っていう、さっきの行っていけない。だからまず金を稼いで、それから物を買う。だこれから見たら、物から見たらこれは先行作業。こっちから見たら後続作業。後で行われることだと。後続作業。ね。だけど、一個だけ買うとは限らない。だから、例えば品物の、例えば B と、いや、俺はもう一個買いたいんだ。品物の C を買おうと。こういう、その、例えば、こうやったでしょ。で、C を買う。だから先行作業が一つ、お金さえ入れば B もできるし C もできる、こういう作業のことを並行作業と。並行作業が来ると、この次は次ダミーが来るんだよ。だからここを学ばなきゃ。ネットワークを組むときは並行作業が来たときにアンテナ張ってペペペペってやって、ここがね通れば皆さんも今年一発合格と、こういうことなんだな。でここということで、先行作業と後続作業、後続作業2つあるところではネットワークが発生する可能性があるよと、こうだな、これ見てよということで、こういうその先行作業と後続作業という考え方をして、それから並行作業と、ネットワーク3つからできてるんだよ。先行作業と後続作業と並行作業とね、同時の並行作業と同じ時間帯で行動するという。例えば3月6日には B を買い C を買いましたと、これ同じ時間帯で違う仕事を2つやると、こう並行作業というわけですね。はい、まあ、その辺のところはいいとして説明していきましょう。そうすると条件がですね、1番から2番3番4番で、ここ9番まで入って、10番は別に条件というか、イベント10が終わったら全部終了ですとかってこう言ってるわけだな。で11のところでは各作業の所要日数は この通りですよと言って、ここは別に条件というわけで終わりだということで、ネットワークのすぐ分かるんで、9、10は別に条件というよりが、まあ、これを日にちを入れる以上作成する上の条件じゃないので、まあ、この辺までは、まあ、9までは、ここまでの関係、前後関係はここまでだということで、1から9まで、ネットワークを作るために、ね、表を作ってあげようと。表を作ってあげよう。これね、このままネットワーク組んでいったらね、もうとてつもなくね、できなくなって、もう頭ぐちゃぐちゃになっちゃうんだよ。だから、表にまとめる。こういう表にまとめちゃう。表にまとめる。この条件を表にまとめちゃう。でね、ポイントはね、一番のネットワークのポイントはこれ。順番にやるってこと。A、A が来た次 B なんだから。もうネットワークの必ずつながってんだよ、みんな。だから必ず順番にやらなきゃ。 A、B、C、 C が来たら D、 D が来たら E って、こういうね、この順番通りにやれば必ずできるんだよ、これな、L が来たら、このそれを A、B から順番にずっと順番にやっていくということがポイントだ。順番に計算をしていくというな。ところやらしいことに時々ちょっと入れ替えて書いてあるんだよ、これ。例えば E と F 入れ替えて、作業 F はイベント3からこうなった。でこっち E のところ、逆にこういうところで入れ替えてる場合が時々あるんだよ、これ、わざと。だそういう時は構わず ABC の順番にやっていくということが大事なわけ、ね。ということで ABC の順番を遵守しよう。
これはそのネットワークの一番大事なポイントですよ。これだな。で、ちょっと考え方書いておくかな。だからまずはネットワークを与えられた条件だな。こう一番から適合するように、まあイベント番号など気にしないで、気にしないで構築できますよと。こんな書いてあるけど、こんなの気にしなくていいです。書いたらその通りになるんだろう、みんなね。それからネットワークの再送開始国を計算して工期を求めますよと。あとはもうすぐできますわね、ということです。ということで、まずこのネットワークを作り方を説明していきましょうね。いいですか、いきましょう。ではこれで表が作ったと、さっきのところね。だからどっちが先かということだな。一番最初、はい、一番の条件は何て書いてるかというと、 ABC は最初の作業ですと書いてる。だからでもほら分けて書いてる、 A は ABC 全部見てよ、これ ABCDEFGHIJKLML とこうちゃんとこの順番にきちっと並べちゃう条件を。そしたらこの表を、こっち表を作るときには条件と書いて1から9まででしょ。だからまずそのこのちょっと先行作業って開けておいて、そして作業名、これなんかここの作業名です。 A から必ず A から書いて ABCDEFGHIJKLM 勘定して M 個まであったら M 個入れちゃう。日にちはほら、あそこにあの表があったから、条件の表、例えば日にちを間違いなくこう5日、4日、6日、7日と各作業だったからここ入れちゃう。そし表のほら2列目はもうこことここ終わっちゃうじゃん。ここ終わっちゃう。そしたらここは条件も開けといて、そして1番の条件のところはこうだな。そしたら1番3つあるから、ABC と。だから ABC まで3つあるから、ここまでが1番だなって言ってこう立てる。そしたら一番先行作業、 A が一番最初だと言ってるんだから、あの A より最初の仕事ないわけだ、だからなしだよ、ないんだからないね。一番最初だから A が最初よ、 B が最初よ、 C が最初、はい、これが一番の条件が、はい、終わりと。こういうことですね。一番条件が封切、これは書けるでしょ。じゃあ2番いきましょう。2番はどうなっているかと、 D の先行作業は A です。だからA、B、C 来たら今度 D 来るんだよ。 D はとこう D 来てんだよ。 D の前の作業は何ですかってここに書いてある。で A だ。でここ A って書けるじゃん。 A って書く。いいでしょ。そして次が終わったら今度 E の先行作業は B と C です。だからここでは E の先行作業は B と C ですよ。 B と C です、2つで。このね、一つの作業の前から分岐して二つに分かれるときにダミーが来るな。だから先行作業が二つあったら、ここは並行作業の B と C、 並行作業のところではダミーがしよう。だからこれダミーって書いておくということはポイントだ。これポイントだね。だから二つ、あ、これ並んだと、だからこれはダミーがあるのとこ入れればいいな。でこれが終わったからすんとこれ F の先行作業し、 F の先行作業は C です。これ C 入れるでしょ。でこれで終わり。で次は G の先行作業は D です。だから D 入れるね、これ D 入れる。で次見ても H の先行作業は D です。同じですよ、これも D ですよね。このところは DD と2つ並んだね。これはネットワークを組むときにどっちをこう上下に書かなきゃいけないから、 G と H、 ここちょっと注意しないといけませんよと。これは後で説明します。ここはだから取り替えをしなきゃいけないところ。というか2つ横へ並んだ時はダミーの位置を考え、ここの位置に2つ並んだ時はどっちが上下になるかということの付け替えが生じると。 G が上のラインに書くのか、 H が下のラインに書くのか、 H を上のラインに書くのか、G を下のラインに書くのかということを、これ付け替えって言うんだけど、ここでは付け替えをちょっと注意しないといけないね。適合できるのは付け替えを適宜やると。あまり固く考えないと、こういう問題出てきたところはちょっともう一個先を進めたらすぐ決定できるわけで、ここで考えるから皆さんできない。この付け替えが分かんないというか、そのままに置いといて次のもう一個次の作業を行くとすぐ解決できるんです。慌てちゃいけない、ここがポイントね。ダミーの次は次を考える、2つ出てきた時は次を考える、そしたら解決する、そこがポイントね。それから次は今度はあのG まで終わったから H がね、 H の作業は、H が終わってね、 D だな。で今度 I の先行作業、ほら2つ出てきた、2つ出てきたら
E と G とダミーを忘れないで2つあるからね。ここはだからこういう2つあるところはダミーがあるよということを印をつけておいて、ね、と同じようにですね、まあ、例えば J の作業は F であり、ね、あここ F 出てきた、これも付け替え気をつけない、付け替え気をつけ、付け替えに気をつけようと同じ並んだろうな、付け替えどっち J が上なのか K が下なのか、 K が上なのか J が、これどっち同じ条件だからどっちが上に来るか下に来るか、これ後で決めなきゃいけないっていうことだな。これでもこれ次のやつやったらどっちが上でしたら一発決まるな、次を考えれば決まる。それから次にここまで来たから K が先行作業 F でしょ、 J も F でしょ、こう終わった。それでは今度 L だ、もういよいよ終わってきた。 L の先行作業は 1,2,3 個ある。そしたら 1,2,3 個やったらね、ダミーが2つある可能性がある、ダミーが2つある可能性があるな。これで1つある、で3つあるから、この間にこの間にダミーが2個ダミー出てくる可能性がある。それから次最後の M だ、 M の先行作業はこれこれこれ来て全部で4つもある。そしたらな、1,2,3 4つ作業する、ダミーが、これダミー3つに出てくる可能性があるな、ということ。それで、LM は最後の作業、まあ、最後というかもう終わりだからな、まあ、印だけつけて、最初のところで印だけつけておこうと、これはどうしてもいいことだ、まあ、最初だからこうつけておいてやろうと、終わりはこうつけておいてやろう、まあ、条件書いてあるから昭和人につけておく、つけてなくてもいいですけどね、こうやって標語しない、分かった、もう条件が与えられたら ABC と書いてね、そして D、 あの ABC は一番最初でいいけど、 D はその自分のその後何が来るの、それから E の作業は後何が来るの、 F の作業は後何が来るの、まあ、こういうふうに順番にこう全部こう表をこしらえて、そしてこう表をこしらえてしまって、まず A の A から M までここまずダッて入れちゃう、ここをザーッとまで入れちゃう、そして日にちが書いてあるから、条件の日にちが、でこう日にちをザーッと書いちゃう、そしたらなんか半分待っちゃったからなんか終わった感じするわけ。それで一個ずつ上から上の文章、条件が A、B して A は何なの、 A1 はここ、 B はこれ、 C はこれ、そしたら1番の丸1の条件は全部終わりよってきて、2つ目はというふうにこう一個ずつ、これだからね、皆さん実際にやってもらえばもうすぐ分かること、こう説明すると偉いな、だけどポイントはね、こっからなんだ、この表をこれは作るのはね、試験場行ったって5分が出てきちゃう、でこっからこれをネットワークを作る、ここがねポイントなんだ。なんでこのポイントは何かというと、このダミーの処理をどうやるのということ、それから縦に並んでるこの2つをどうやるのということだな、それからもう1個 F があったな、どっかもう一つここだな、J と K のとこだな、ここかなるんでしょ。だから結局皆さんネットワーク組んだ後、組み始める前にしっかりとしなきゃいけないところは、ダミーが出てくる2つあるところと2つあるところね、あるいはこう3つあるところも一緒な、こう全部こうわーっていっぱいあるところ、まあ、これがいっぱい並ぶようなところと縦に続けて2つ並ぶところ、ここが乗り切られればいいというイメージは、だからこれ書いた時にもうすぐに、あ、これと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 これは付け替えとかいろいろ考えなきゃいけないということで、柔軟にしておくと頭を、だからここで終わらないで、この時は1個先に進めたら結論つくんだ、ここのところは1個先、この6番をやれば解決するんだよ、ここのところは7番目をやれば解決するんだよ、ここのところ8番目をやれば解決するんだよ、ね、というようなイメージをこれから具体的に説明していくから、そして皆さん練習すればできるからな。じゃあいきましょう。でこのね、条件ごとに表を今度 A で、これも ABC 順番なんで、1個ずつ順番にこうやっていくのは一遍誰もできないから、1個ずつやって表ネットワークいい、いよいよネットワーク作るんだよ、でネットワークを作るリストからネットワークを構築する方に新しく変わっていきましょうって、こうなるわけだ、わかる、こういうことだな、こういうふうにやる、でこっから来るよ、これこっから来るよ、で1個ずつ行くんだ、だって誰も1番からいっぺんに9番できないから、必ず1個ずつ1番2番3番でやってな、いいよ、じゃあいくよ。一番最初の条件は ABC は最初の仕事で先行作業はありませんとなってる、そしたらこれを移す言い換えになってどんな方だったら、はい、そしたらほら ABC はね、どうなった、はい、ABC は最初の作業がないから0から丸からイベントから始まって、はい、こうやって、はい、最初の仕事だから A、はい、B、はい、C とこうなりますよっていうのは、これ最初の
この条件、こことここの条件がだからこういうふうになってくるよ、これいい。で2つ目いくよ、今度2つ目の条件これだな。これは D の先行作業は A ですよって。だから逆に言うと A の後ろに D がつくとこういうこの形でこう来るとこのそっくりこう映ってくるの、ほら A と D 一緒だ、このままビューっとくる、ほらなってんじゃん、ほらほら A の次は D ですよと。この形はこの形だよ、なんでこう表になってるか、ちょっとこの形に一致するように書いてあるんだよ、これ勝手に抜かちゃいけない。だからここわざわざこうやって書いてあるということは、ネットワークの時にこの形がそのまま移行すればいいと、こういうことなんです。そしたらこれほら、この A と D の関係がスーッときて、こここうだね、こんなとこ何も見なくったって、こんな線ここも何もなくてもいいんだよ、自動的に、はい A の次はこれだとキュッとこう持ってくればこういう関係になる。これがだから2番目はこういうこと、2番目はこの関係をここ移しましたかということだ。これで2番目終わりだね。で D が終わったら今度 E じゃないよ、 E、 ここで気をつけなくちゃいけない。 E というのは何かというと、 E を見てみると E は BC が先行作業な。だから BC ってどれかとよく見てみるよ、はい、ここでここが分かればもうみんないいわけでしょ。これがほら B と C が先行作業ってなってね、そしたらここのとこさ、こう考えたらどうだろう、ここにあるよな、 B がここにあるでしょ、 B がここにあって C がここにあるよな、 C がこうあるとね。で B と C は、 E は B と C の、だから B と C の線が、だからこれ見たらさ、こういう風になってもいいし、 E がここについてもいいし、これだから B と C だからこっちに E がついてもいいじゃない、別にこれこの続きから来れば、理論的にいけばこうなってもいいじゃない。だってこのままだから B と E 考えたらここへ来るし、 C と E と来たらこう来る。だからどっちへつけるのというので、このだからどっちへつけるときは分かんないから、ここに点線入れとこうとしてます。どっち行くか、どっちするか。そしてまあ今の場合は、分かんないからこのままに来て、その1個先をやると分かるんだ。だからここじゃ決まらないんだ、要するに点線がどっちへ向くか分かんない。今こういう状態でどっちでもいいよと、 B と C とこう書いてもいいよと、 C と E もこっちでもいいよと、ここじゃ決まんないの、要するに。だから次行ってみよう。そしたらどうなるかというと、 F は C が終わったらできる。そしたら F は C、 このまま持ってきたから F は C が、 F は C が、ここはだから、あ、なんだこれ E じゃなくてこれ F だったんじゃんと、そしたら FC の関係がピュッとこう入ってくるな。だからここのところを見て、 B と C が来て、こ E がこっちじゃなくてこっち側だったんだと、でその C の次が F はこっちだったんだと。でダミーはどうなるかというと、どっち続けるかというと、 B と C が終わったら E ができるんだ、こっち、矢印はこっち、矢印はこっちよ、こっち、ほら B と C が終わったら E が、 B と C が終わったら E ができる。で F は何かというと、 C が終わったら F ができる。 B と関係ないの、これは分かるね。だからこの E を決定するのは、 B と C が終わったらと、これ矢印はこっちへ作ってるわけ。そして1個つく、ここのところがポイントだな。そしてこっちが実はその次のこれだな、 CF でこうだったから、だからここが F で取られたんだから、もう上は E、 1個上に行くしかない、1個じゃ。だからこっち側の E が消えて、こっち側が自動的につく。だからここだけでは決まらない。だからこの BC2 つあるところでは決まる、その次の作業行ったら決まりますよ。これがあった、ほらあとダミーのイクロフィードも一緒のことだよな。あともう1個、次のところで、次のところは今度ここだ、ほらここまで来たら、そしたらほら E と F が入ったので、こちら側が E でこちら側が F だったんだ、ダミーはこっちへ向くんだって分かったよね、このところ、この関係ね。じゃあ今度ここへ、そしたら見てくれ、 G と H だから、あの G と H はあの D があの先行作業で、 D が先行作業でしょ。そしたらほらこうなんだよ、これ D の次に何が来るかというと、これは G と、ほら DG とこう来るじゃんな、 DH もこっちだから、 D の次に G が来て、 D の次に H が来るんだから、2つこう並ばなかったから DHDA ってこうなる。だから2つに分かれるの、こう。でこれがさ、本当は上が G で下が H じゃないのってこともあるかな。だからどっちつけていいか分からないね、これ。このまま2つ分かれたけど、分かれたけど、ここだから付け替え、まだ決まってないよと、ここでは決まってないよと、
決まりません。さっきな、ダミーだって方向を検討しなきゃさ、ダミーの向きはどっちかわからない。それ次の作業を決めて、F が決まったから自動的に E が決まってきた。こっち側も付け替えが2つなら、これは上側がこうなってるでしょ。だから D がこうなっていて、でこっち側が G で、こっち側が H だって言うわけでしょ、別にこれ。だから、こっち側が H で、こっち側が、どっちでもなりうるんだけど、まだ決定してないってことね、これ、要するに。ね。ということで、この状態のままして、次へ行きゃいい。だから、次のところ、この I へ進んでいこう。こうやで。な、GH。ま、で、I を見てみるとどうなるかというと、I は E と G が終わったらできますよ。だったら、これ E と、E と、さっきのような、E と G が終わったらできますよ。そしたら、ここだ。この2つが、だからダミーはここあるんだけど、こっちだな。E、G と E が終わったら I ができるよ。ということで、ここ、ほら、I じゃない、ここは。だから、この2つの作業が終わったら、ほら、矢印がこう入ってるでしょ。2つの作業が終わったら I ができますよ。ということで、ここはもうこんでおしまい。ね。だから、こういう、で、こっち側が仮に H だったらどうなるの、これ。H だったらこう結ばらないよ、これ。だから結局付け替えのこう G か H が G かどっちか分かんないと言ってたけど、次これを決定するときはこれとこれが終わったらこれができるとなってんだ。これ G でないと困るでしょ。だからどっちか、ここでは決定しないんだよ。どっちが上か下か。だとここへ来たら G と E が終わったら I ができると。それは自動的にこれは G と I が終われるの。下が G でないと終われない。下が H だと終われないんだよ。だから G と H では自動的にここでこっち側手に決まる。この次に決まる。だからこっち側って決まるわけ。ね。これとこれが終わったら、これとこれが終わったら、これができるということだから、ここは H ではなくして、必ず G でなきゃいけない。どっちかなと迷ったときは次行こう。行ったら次はここで確定。そしたら上残ったのが H で。意図的。だからこれで形が終わる。ここでは決まる。ここで決まる。これな。これは6番目まで行ったわけ。これ。もう6番目来ちゃう。ね。で、次7番目。お次また出てきたぞ。こうやって、こう。な。で次行くよ。次7番目まで行くと、この7番目はどこまで来たかというと、でここまで来たから、I がこう来たでしょ。I が G。だからここが G と H は、だからこういう関係になって、I がここまで。で、今度はですね、これ見たら、F の次に JK が。だから F の次に JK。これもですね、別にこうやって決まってるわけで、JK だから、F の次に J と来て、上が J で下が K かもしれない。これは分かんないんだから。これはまだ付け替え検討と。一応仮に JKJ と書いてるだけで、実際こう入れ替わるかもしれない。そう、次行きゃ分かるってな。で次行こう。そしたら今度 L のとこに来るな。 L まで来ると IHIK が先行作業で L が作る。そしたらこれでしょ、ここのところで付け替えがまだ決まってないんだけども、よく見ると H と何、先行作業は H と I と、これは H と I と K が決まる。H、I、そしたら K だ。こっちは上が K って分かる。H と I と K が終わったら L ができるよ。だからこれが全部終わったら、これも終わった、これも終わった、これも終わったら L ができるよ。だから J ではない。だから K が終わって、I、H、I、K が終わったら L ができる。これは H、I、K が終わったら L ができる。H、I、K が終わったら L ができる。ということで、これはこの両方はどっちかというと K がこっちだな。こっち側にないとクロスしちゃうから必ず K がこっち。ということで、この次の作業の L を見たときに上が K だって決まる。ここでは K って決まらない。J かもしれない。で一応何でも書いてもいいの、仮に行こう。で、こっちで入れ替えるように違った、あ、こっちが J だった、ここは K だったんだ。仮にこうやって書いてあってもね、仮にこっち側は皆さんは JK だから、上が J で下があの、K とこうしようと、仮にこう置いといても、実際次行ったらここ K でなきゃいけないから、ああ、ここは逆だったんだって言うんで、こうやって K で入れ替えればいいと。こういうこと、ここでは決まらない。いうことだな。ここのところはポイントです。ですから、H と I と K の3つが全部終わったら、終わったらということはダミーだな。ダミー。だからここのように、3つ並んだときはダミーが2つ出てくる可能性がある。ね。で、こうやってやれば次 L が出てくる。あと最後の1個だけ。H、I、J、K、ダミーで最後 M で、これでおしまいだから。そしたら H と I と、それから K と、それから J だな。これみんな終わったら、これもはい終わりました。はい、これも終わりました。はい、これもこう終わりました。これも終わりました。全部4つともこう終わったら M ができますよ。ということで、
M が最後のところだ。これとこれが終わったら最後の作業です。L と M は最後の作業です。だから L と M は最後の作業だからここに入れて、はい、最後。ということで、これ閉じると。こういうことな。そして、こういうさ、そこまでいい。だからポイントはだから、2つ縦に並んだときは次の作業行けば決まるということ。そう考えてください。2つ作業を縦に並んだときは次の作業行けば決まる。ダミーのところでは、これは次の作業行けば決まる。ダミーが、このダミーのどっち、このダミーの矢印はどっち、上か下かつけるかっていうのは、方向は、ダミーは方向が決まらないわけだ。ダミーは方向。ダミーの方向は、次の作業行ったら決まるよ。縦に2つ並んだやつは次の作業に行ったら決まるよ。この原則はネットワークのあれなんで、ね。あとはね、ネットワークの計算面は足し算引き算だけだから。今からやりますけど、そんな難しくないんで、それは大丈夫です。だからポイントはいいですか？繰り返しますけども、ダミーが出てきてどっちへつけると方向に迷う。方向に迷った時は次の作業をやったらどっちか分かる。これポイント。だから縦に2つ並ぶ時がある。縦に並んだ時は、上がどっちが上でどっちが下か分かんない。次の作業行けば必ず分かる。それから確定すればいい。だから別にここで、ここのところでね、縦に並んでるときは、こういうときはどっちに書いてても構わないの。仮につけておく。次の作業行ったときに確定すると。そうすればですね、大体ネットワークで、これはね、練習してよ。練習ったら絶対できるから。だから過去だってこれ何年も出てるから、うちのテキストを使って、この辺はどうなってるか、ちゃんと全部プロセス書いてあるから。それ追っていってよ。そしたらね、もうさっき自分でやるよりも何か見ていったら、はい、もうたった3年分ぐらいよく見てみたら、あ、なんだってルールでこんなことかと。そして得得してから何かどっか違う問題やって、そしたらすぐできるから、これで、その時私の言ったダミーは次を見て方向を決めるとかさ、縦に並んだら次に行ったらどっちが決まるとか、この原則だけなんだから、そしたらネットワークができますよ、ね、ということです。ネットワークが作れると。で、計算変更する。そうしますと、ネットワークはですね、先ほど言ったようにダミーを少しいらないところは整理してね、こんなところダミーやったところはもう直接言って、だからダミーを消してもいいようなところではまずダミーをしっかりと、まあ、ついてても別に計算はできるんですよ、そのまま。だけどいらないところの、例えばダミーなんかのところをですね、少し整理をしていった方がこう綺麗にこう書けるっていうかね、さっきみたいにこういうところがこんななってましたね、なんかこんな風にダミーがあって K がこうなってとか、I がこうだとか、この辺があってこうだとかね、 H がこうなってて、 I がこうなってて、 L がこうなってたね、こうダミーついててるんですよ、 L とか。こういうダミーいっぱいあるとわからないで、これとこれ実際だから、こうダミー時間がないわけだから、これもキュッとこう結んじゃうわけでしょ、こうやって。でダミー取っちゃう。でここもこう来たら H がひょいと曲げてここ入るわけだ、 H とか。だからダミーいらないとか取っちゃう。そしたら、ほら、こういうとこなんかはダミーついてたとこなくなっちゃった。ここもダミーがなく、この K もダミーがなくなっちゃった。だからこれ実際では、ダミーいらなかったらこうな、ダミーいるところもあるんだよ、こうやって、こういうところね。それはだから必要なところは置いておくんだけど、そうでないところは、意味のないダミーは、ポッとこう結ぶことはできる。これは整理だ。ダミーを一応、いらないところはこう整理をして、直接いらないところは消して、本線に書き換えちゃうんですね。そういうふうにしてもらえばいいかな。ダミーの整理、これはもうごく簡単なことですが、何かが自分でやればもうできることですね。はい、じゃあ計算いきましょう。でこれはね、再送開始時刻といって、一番最初に作業ができる計算をして、その最終結果が後期になるんですね。ここは後期になる。でこれは何かというと、2つ作業を例えばするじゃないですかね。例えばこういうことの再送開始時刻の計算っていうのはさ、例えば A という作業と B という作業があったとしましょう、ね。A という作業と B という作業が終わったと。ね。終わったと。で、C という作業をこうやりたいんだけど、A と B が終わらないと C ができないという、こういう作業を考えてみよう。ね。そうしたら、A と B が、例えばこれは2日かかって、これは4日かかったと。ね。こうしようか。そしたら C は何日からできますかってわけなんだよ、要するに C は。A と B が終わらないと C はできませんよって言ってたら、2日から3日目から始められる、これ。そうじゃないでしょ。これはこっちの両方のうちの大きい方が終わらないと次の作業進まないじゃない。そうですよね。だこれを何でかというと、ここをイベントと言って、A と B の作業が
どっちが大きいかなということで最大値というのね、最大値。だからこういうイベントの中にぶつかった時に野戦、はい、この流入野戦って流入野戦の最大値、最大値、これを最、これが最大値で、だから4日が終わったら次のシーンの作業できるね。だから最も早くてもということで、この最大値のことを最早開始時刻、最も早く始められる作業でも4日経たないとできないよと。この最早開始時刻を計算するためにはこのうちの最大値を取ればいいよ。だからこのうちの最大値になったらこの作業が始められるよ、最早開始できるよということで、このでこういう計算をすることを最早開始時刻の計算と言って、ネットワークではこの計算はどういうことになるかというと、この作業何日から始められるかというんだから、最早開始いつから始められるかって言ってるんだから、これは材料管理ね、材料管理にこう使う、材料管理だから、あるいは調達計画とね、調達計画、材料調達する計画とも言うね、材料管理とか調達計画にネットワーク上では、だから例えば C という作業をするためにはどういう種類の労働者を何人どこへ集めるか、それからどういう建設機械をどこへ集めるか、それからどういう材料とどういう種類の材料をどこへ置いとくかというようなことを計画するのを調達計画。だからネットワークで最早開始時刻を計算するというのは、これは材料の調達計画、人、それから要するに人だな、それから材料、機械、そういったものを調達する時の計画として使う重要なそのあれなんだ。だからネットワークみたいにすぐ調達する日にちから何が、労働力は何人、どこは何で、もうビタッと決まっちゃうわけ。ね、それがネットワークの特徴だから。だからこの最早開始時刻を計算することによって、まあ、工期を計算はもちろんできるけど、各作業の工期が決まってる。作業ごとのいつから始められるか、だからいつまでに何をどれだけ 調達しておかなきゃいけないかということに非常に重要なことにネットワークとして使われてくる、ね、調達計画で、これ計算し方は簡単、もう見たって足し算だけだな。流入野戦の最大値と、流入した野戦の最大値とね、いきますよ。最初は0だよ、だって出発点が1の次は2に計算するんだな。2、これ流れの通りに計算、だから1が来て2が来て、次が3が来て、それから4が来て、それから次に5が来て、で 6くんだけど、こう6が来て、その6の次は、まあ、7が来て、それから8が来て、9が来て、10が来ると。これ流れの順番を当然矢印がついてるから、これ見たら、例えばこれが9でこれが10だったらおかしいでしょ。必ずだから番号は、これイベント番号は小さい方から大きい方に行く。でこれは最終イベント、これ最初のイベント、最初のイベントはだからまあ1にしたこといいでしょうね。でここの丸の印のところを最早開始時刻としましょう。これはな、最早開始時刻、最も早く始められるか、で要するに調達計画だな、この時間最初は0秒、じゃああと足しなんだよな。1の次は2に行くよ。そしてここは D の作業をいつまでに何を整えるかとか、0を足す5とやる、0を足す5、これこう入れる。で5日までに D の作業を準備しなさい。2が終わったら3行く、ここにこっち行く。そしたらこの0を足す6だから、ここは6と入る。3が終わったから4行く、4へ来ると0を足す4、この流れから来ると4日、この流れから来るとこれダミーだ、ダミーは0だから、だから6足す0ということで、0足す4は4、6足す0は6、これのうちの最大値いくら、これは6大きいか、6ある。で、どっちが大きかったかなと見るわけ。だから流入野戦が2つあったときは、大きい方に黒丸つけてある。大きい方に黒丸つけてある。ここな、丸つけてある。こうつけてある。ね、で、ここは4番が終わった。4番が終わったら5番、あ、5番ここだ。5番終わったらどうかというと、5と3を足して、8ですよ。ってことが8だ。ね。野戦1本しかないから。で、5の次は6行くよ。6見ると、8と6足して14。6と6を足して入って12。14と12がどっちが大きいかというと、これ14が大きいからこうなる。そうすると、大きい方を野戦につけてあげるから、こっちかな、こっちかな、こっちの方かと、こっちぐる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 って回るんですけど。な。で、6番が終わったから次7番行くよ。7番は6足す5。
だから6足す5は11だよ。6、7が終わったら次8行くよ。8行くと3本入った。3本流入線3本。こっちから行くと11足す5で16だよ。こっちから入ってくると14足す5で19だよ。上から流れ込んでくると8足す4で12だよ。12と19と16どれが一番大きいかな。ちょっと19が一番大きいから一番大きいところにグラ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 ってまつげで、ね、こう19だよな。で8が終わったら次9行くよ。9を見たら2本あるよと。こっちから来たらどうなるの。19足す0で19よ。こっちから来たら11足す5で16だよ。どっちが大きいかなっていうと上が大きいからぐる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 ね。そして最後に10行くよ。10も2つあるよ。こっちから来ると19足す3で22だよ。下から来ると19足す4でこれは23だよとか、こっち側の大きいからぐる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 、こういうふうにつけたらいいよね。そしたらね、このぐるぐるぐるってつけたのは、実はこのぐるぐるぐるをこう触っていくとね、このぐるぐるぐる、はい、こっち来てぐる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 、はい、ぐる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 、はい、ぐる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 、あとは小さい方から、はい、こうやって、はい、ここ終点、こういうふうにぐるぐるぐるをたどってくると、こういうふうな線ができます。だからぐるぐる線のことをクリティカルパスとこう呼んでるんだな。でこの日数を足してください。だから5日と3日と5日とそれからこっち4日を合計足すね。だから5足す3足す6足す5足す0足す4足すと、これこの流れをずっとやってくるとちょうど23日になります。なってたらこの計算は OK ということで、試験で後期は23と書けばこれで皆さんも合格と、こうなるわけだ、ね、再送回収計算をやる。そしてあとはですね、2つ目の問題はごく簡単なことです、ね、これこっちがごく簡単で、今度はですね、最早開始時刻の計算になると最時完了時刻の計算というのがあるんです。これ最早開始時刻の計算ね。だからマグは最早開始時刻、いつなったら始められるか、最早開始時刻の計算。で今度はね、最時完了時刻の計算、これはね、工程計算、要するに工程管理の時は工程管理、日程管理をする時の、工程管理をする時に使うのが、実際のフォローアップしたりして日程を管理していくという時使うのはこっちを使う。最遅完了時刻を使ってくるわけです。で最遅完了時刻は何かというと、遅くても最も遅くても終了しておかなければならない時刻。だから後期見てよ、後期は何としても守らなきゃ。だから最も遅い時刻は、実は後期っていうのは最遅完了時刻のことなんだよということなんだ。そこで各作業の最遅完了時刻を求めていかなきゃいけない。だから今まで初めの作業は分かったと、みんなダダダと。だけど各作業ごとに終わらなきゃいけない時間って決まってるんだよ。分かるね。だってそうじゃないよ、工事全体も終わらなきゃいけないけど、各作業ごとに終わらなきゃいけない時間ってあるじゃないよ、みんなね。だからどれもこれもみんないつ終わらなきゃいけないかって決めなきゃいけないわけ。分かるよね。だから仕事している時はどの作業であれ必ずいつ始められて、いつまでに終わらなきゃいけないのと、これなんだ。いつ始められるのっていうのは最早開始時刻、いつまでに終わらなきゃいけないのっていうのは、これが最遅完了時刻。2つないとだって管理できないでしょ。最早開始時刻の方は調達計画、それから最遅完了時刻の方は工程管理でフォローアップするときに必要だ、ね、というふうに考えてください。そうするとこれはね、今度四角で書く、そんな最早開始時刻、これごく簡単なことでね、いい？ここに書いた、これはね、ここに書いたこのクリティカルパス、この計算はね、最遅完了時刻いらないの。これは余裕のない計算なのか、余裕のない計算、このクリティカルパス。そうしたら余裕がないということ、再送開始時刻、始める時間が実は終わりの時間になってるよと、等しい。始める時間即終わり時間、 ゆとりって、そのさ、ゆとりって、余裕って何かというと、いつから始めていいけど、いつ終わる。例えばさ、5日から始められるけど、10日までに終わったらいいって言ったら、5日余裕があるじゃない。それはフローを取ってる。だけど、クリティカルパスに余裕がないんでしょ。そしたら、もう始めたら、その日には次の日に終わってなきゃいけない。そうすると、この間がゼロのこと。ね。
ゼロ。だからゼロだということはどう考えたらいいかというと、これ再送開始時刻のこれと、それから再置完了時刻のこれとは等しくなきゃいけねえだろう。それはだって余裕がないんだから、余裕がゼロなんだから、余裕ってこの3なんだから、ここの再送と再中の、そしたらこれがゼロだから自動的にクリティカルパスのところは全部求まるわけ。だってこれをここ入れたらいいの、ひょいとこここに書いて、あ、これほら全部なってね、こうやって入れたらクリティカルパスのところはみんなすぐ同じ時間に余裕がないところはプイッと入れたり、プイッと入れたり、ここもプイッと入れたり、ここもプイッと入れたり、あと計算するのはさ、あとどこ、これとさ、こことここの3つだけ計算したらいいじゃん。だからこれはもうみんなこの通りみんな求まっちゃったわけ、ここは最置完了時刻の計算が残ってるところはさ、7と3と4だけでな。例えば4を求めようとしたら、ここの最置完了時刻はどういう計算をするかというと引き算だ。こっち来るときほら何やら足すって、今度変えるときは引き算だから、もうごく簡単なんだよ。これから、はい、14から赤で書くか、ここのこれね、今やってるのはここ4求めてるんだけど、ここのゲームを考えてるわけでしょ。ここのゲームを考える、そしたらこれからここの値は、ここの1個前の値はこれからこれだな、これからこの日にちを引いてあげたのが8で、ここにこう入ってくる。だからここの作業はこれからこれを引く、今まではこれとこれを足してこっち来てた、これとこれを足してな、今度返り品はこれからこっち引いてあげる、14引く6引いてあげてここへ入ってくる、これ8だ、入ってくる、こういうふうになってくるね。ところがね、ここのところこれ入れるときどうするかというと、ここ入れるときは見て、19から5引くのもあるし、19から5を引くのもある、ここたまたま一緒だけどね、19から5を引くのと19から5を引く、同じ、これからこれを引いたのとこれからこれを引いたの2つで14、これ両方とも一緒だから、これそのまま14とこうなる。でここだと3、これは分かったな、ここはどうなるかというと2つ出てるから、これは14から5を引くのと14から5を引くと8から0を引くの、引いた、でこのうちの小さい方だからこっちは最小よ、前は最大だったんで、ここは最初、返り品、最置完了時刻は小さい方を取って入れますよ。小さい方を取って。で、ここは8になる。というような、計算式で、これもね、少しテキストを見て、整理しておいてもらえばいいですよ、ということな。そして、先、問題ではですね、問題はここだけだからな。問題では、イベントの4の、余裕の差はいくらですかということなんで、これ、だから2ですよ。ということが2というふうにこうなる。これの差、この時刻の差は言うとおりはな。だからここ2日だけ言うとおりがあるよ。というようなことが計算上求まってくる。ということです。